感染が確認されたのは、会津で四十七人、早々で三十八人、福島市といわき市でそれぞれ二十八人など、合わせて二百十三人です。感染者の数は、三日連続で、前の週の同じ曜日を上回っています。年代別では、六十代が三十七人と最も多く、次いで四十代が三十六人となっています。 入院は88人で重症は2人病床の使用率は11.5%ですまた宿泊療養は29人となっています県は引き続き感染対策の徹底を呼びかけています